よいかエレナ、わしらの旅はまだまだ続くぞ。いざいかん、命の大樹のもとへ。いいね。命の大樹どこかちょっとわからんけど。なんかめっちゃキョロキョロしてる。やっぱキョロキョロする人もおるんやね。ひゃー、どうなってんだ？急に縄文の氷が溶けて中に入ってみたらみんな普通に生活してるじゃねえか。あ、外におった人か。今まで縄文が凍っていたと言っても町の人は誰も信じてくれねえ。世の中不思議なこともあるもんだな。ってさ、噴水の周りで腰を抜かしとった人たちはどうなったの？ほら、あそこのか。あら、旅の方。せっかくクレイもらいに来たのならお城で女王様に会われていくといいわ。女王様はとても好奇心が強い方なの。各地を旅している人の話なら喜んでお聞きになるはずだわ。なるほど。周りの人たちが気になる。もう何言ってるの？人が空を飛ぶわけないでしょ。きっと何かの見間違いよ。ねえお母さん、女の人が空を飛んでた。ねえ、飛んでたよね。やっぱり見た子は大丈夫？いや、あれは伝説の魔女。フレイモランを脅かす悪しき魔女がついに蘇ったのか。と思ったらいない？そんなバカな。目の前に魔女がいたはずなのに。この人たちもちょっと周りに信じてもらえん感じのね。屋根に微妙に雪が。あ、いただ。腰が抜けたよ。腰が。って、あれれ？なんで腰が抜けたんだっけ？何もしなくても勝手に腰が抜けちゃうなんて、私ももう年だね。それは危ないよ。それは危ないよ。大丈夫か？確かに見たんだが、なあ、君は伝説の魔女がこの世界に実在すると思うか？そうか。実はな、その魔女を見たんだ。中央の広場の上で、不気味に微笑む小ぶりの魔女を。伝承の通り、クレイムラン王国を襲いに来たと思ったんだが、いつの間にか姿が見えなくてな。どういうことだ？お前、魔女を見たよな。見てないなんて絶対嘘だろ。すぐそこを飛んでたじゃないか。さてはお前、また居眠りをしてたな。寝よった人やね、これ。なあ、聞いてくれよ。先輩が空飛ぶ魔女を見たらって言うんだ。いい歳して、ほんと信じられないよね。もう子供じゃないんだから、伝説と現実の違いくらい分かってほしいよ。変な妄想に付き合うのはもうこりごりさ。いたんだよ。寝てたんだよ、君は。ねえ、えますか？誰？何せいにゃん、あんた今何か言った？何も言ってませんわ。お姉様は急にどうしたんですか？変ね。聞き間違いかしら。まあいいわ。行きましょう。誰？どこ？何？怖い。禁書から声が聞こえてきた子じゃないよね。敬語やったし、今。あなたが女王様のお招きした客人ですね。女王様は城の奥にある玉座の間であなたをお待ちしています。おう、この近くにオーブが分かってますよ。ねえ、知ってる？それ本当の話？ねえ、知ってる？イースタイでは大昔に世にも恐ろしい氷の魔女が現れてクレイモランを氷漬けにしたんですって。あ、かわいい、この人。いいな、この人めっちゃかわいいんやけど。それに、いつか復活してまたこの国を襲うかもしれないって話よ。本当に怖いわよね。氷の魔女がこの国を氷漬けにしたらって？それ本当の話？いくら魔女でも街全体を氷漬けなんて無理だと思うけど。でも本当だったら恐ろしいよね。僕たちも魔女の復活に備えて対策を考えた方がいいんじゃないかな。もうやっつけました。城の奥はこっちじゃないね。こっちか。黙れ。ちょっとせいにゃん、黙れってどういうことよ。お姉様急にどうされたのですか？黙れだなんて私言っていませんよ。嘘でしょ。なんだか気味が悪いわね。早く女王様のところに行きましょう。黙れ、喋ってないよ。やっぱり魔女じゃないの。あれ？待って、鳥肌立ったんやけど。騙されていけせん。私が本物なんです。どこから？待って、どこから？ちょっと怖いよ。2段階？2段階？じゃあ女王様は何？誰？見ての通り僕は城の衛兵さ。ずっと突っ立ってるのは本当に辛いけど、たまにここを通る女王様がご苦労様って声をかけてくれるんだ。疲れなんか一瞬で吹っ飛んじゃうよ。2段階いいね、面白いね。あっという間に解決じゃないんやね。女王様はこの先の玉座の間でお待ちです。どうぞお進みください。どこから話しかけてきよんやろ。どこから見えとるってことよね。すげえな、なんかどういう状態？どういう場所？クレイモラーが元の姿に戻ったのも全ては君たちのおかげだ。本当に感謝してもしきれん。そのお礼に女王様が直々にオーブを私になるそうだ。そこの階段を上がり謁見するといい。ありがとう。しかし偽物なんよね。あなたが女王様に助力したことはエッケハルト殿から聞いています。この国にゆかりがあるわけではないのに、とても親切な方なのですね。クレイモラーの民として感謝いたします。お前がシャール様の恩人か。女王様をお救いしたことには素直に礼を言っておこう。だが本来シャール様をお助けするのは我らの役目。次に何か起きた時は我らがシャール様を守ってみせる。起きてるよ。大丈夫？偽物だよ、それ。シャール様はいつもと雰囲気が違う気がするけど、私の勘違いかしら。なんか怖いのよね。やっぱり分かる人には分かるのだな。アイナさん、よくいらっしゃいました。早速ブルーオーブを差し上げましょう。さあ、もっと私のそばに。いや、いいよ、そこから。お、これはみんなに聞こえよんかな。ってことは向こうにも。ちょっと待って。お、はっきりと。やっぱり禁書？魔女？ねえ、あゆな、その本から声がしない？待って、私が本物のシャール。目の前にいるのは魔女が化けた偽物よ。ってことは封じられて、女王様が出てくるときにまたこう入れ替わったってこと？そんなわけないでしょ？皆さん騙されてはいけません。本の中の魔女が嘘をついているのです。しつこいわね。私たちが2度も騙されると思ってるの？封印されたんだからおとなしくしてなさい。違います。エッケハルトの呪文の栄唱が途切れたことで、封印は失敗したんです。私を信じてください。マジか、エッケハルトさん。アイナさん、封印を成功しました。魔女の嘘に騙されてはいけません。私を信じてください。お待ちなさい。どちらが本物か、10年間シャール様の教育係を務めた私が見破ってみせましょう。あ、そうやったんや。へえ。どういう立場の人かと思いよった。どちらが本物のシャール様か確かめるため、私の質問に答えてもらいます。記憶まではコピーできんのかな。では早速行きますぞ。クレイモラーに代々伝わる家宝とは何か。父上の教えを受けた女王様ならわかるはず。そんなの楽勝よ。ここにあるブルーオーブこそ王家の家宝。私が本物だもの。間違えるはずがないわ。ほう、なるほど。ブルーオーブですか。承知しました。ではそちらはどうでしょう。厳しい冬を耐え抜き、勤勉に働くクレイモラーの民。それこそがこの国の宝。お父様はいつも言っていたことです。おう。そう。それこそクレイモラーに伝わる王族の教え。すべてが明らかになりました。本の中のシャール様こそが本物。そんな、嘘。何かの間違いよ。怪しい。何が？また首の傷？何回やねん。どんだけやねん。あら、またバレちゃった。もういいわ。降参よ、降参。またしても氷漬けにしようとしよったんか？お、出してくれるんや。こっちが本物ね。せっかく取り戻した魔力もなくなったし、私には何の力も残ってないわ。煮るなり焼くなり好きにしなさいな。クレイモラーの兵よ、魔女を捕らえるのだ。あ、もう力ないんや。仲間になって一緒についてきてもらうとかいうことはできんの。お、待ってください。女王様、何をなさるんですか？心優しい。この状態から。魔女を攻撃しようにもあれでは女王様に当たってしまう。そこをおどきください、女王様。シャール様、いつもと雰囲気が違うと思ったら魔女が化けてたのね。あの魔女もしも女王様に危害を加えたら容赦しないわよ。シャール様が魔女をかばうとは、まさか氷の魔女に操られているのか。だがシャール様の目はどう見ても操られてるようには見えん。一度話を聞いた方が良いな。いつの間にこんなとこまで飛びのいた。女王様が魔女になって本から女王様が出てきおった。こりゃどうなっとるんじゃ。シャール、あんたって子は。違う、こっち。まさかの打ち解ける。なんか魔女の方立ち方も偉そうやけど。シャール様、そこをどいてください。魔力を失ったとはいえ、そやつは氷の魔女。近づいては危険です。皆さん聞いてください。クレイムランを氷漬けにした彼女の行いは、決して許されるものではありません。でも、私が本の中に押しつぶされてじゃない。本の中に閉じ込められている間、彼女は女王の重責に押しつぶされそうな私の相談に乗り、悩みを聞いてくれたのです。マジで優しい。彼女の明るい言葉を聞くたびに、父を亡くした悲しみは和らぎ、女王という責務に対しても、再び向き合っていける気がしました。マジで明るい言葉かけてあげよったん。めっちゃ優しいやん。どうしたん。お願いします。もう彼女に悪さができるほどの魔力は残っていません。命だけは助けてあげてください。なんで氷漬けにしとったんやろうね。そのうち戻すつもりやったんかな、わからんけど。ねえ、ケハルトさん、女王様がここまで言ってるんだから助けてあげてもいいんじゃない。シャール様はこの国の王。その王が決めたことならば、我ら進化は喜んで従いましょう。お、で、魔女はどうなるの。町の外れに住んだりとかするんかな。お人よしな子ね。リーズレットよ、お主に聞きたいことがある。なぜクレイムランを氷漬けにしたのか、その理由を教えてくれんか。これもなんかちゃんとした理由があったりとか。それはね、あの方が助けてくれたからよ。そう、私を本の中から出してくれた美しい顔をしたあの方。あ、そうよ、なんか言おったよね。やっぱあの片割れってことやろ。もう知ってると思うけど、私大昔に図書館にある本に封印されたの。本の中は泣きたくなるほど退屈だったわ。でも3ヶ月前、あのお方が現れ、本の中の私にこう言ったの。うわぁ、もうほら、後ろ姿。お前を本から出してやろう。その代わり、私の言うことを聞くんだ。あなたいい男ね。助けてくれるのなら何だってしてあげるわよ。で、その頼みってのは何かしら。何かしら。お前がクレイムランを氷漬けにすれば、私と同じペンダントをつけた英雄と呼ばれる男が現れる。その男、グレイグを倒せ。自分が一番になるためにってこと。それでママとやってきた英雄を利用して、魔力を取り返すために政治を倒させたの。あとはあなたたちの知っての通りよ。グレイグと同じペンダントをつけた男か。その男の名は何という。さあ、名前までは知らないわよ。私の封印を解いた後、すぐにいなくなったから。まあでも、とにかくいい男だったわね。まあグレイグに比べたらはるかにそうよね。この町で暮らしていくんかな、魔女は。進化みたいな感じの隣におるけど。アイラさん、皆さん、この度は本当にありがとうございました。お礼にこのブルーオーブを差し上げます。この、何？じゃあ、封印ができんかったけんって、また女王に化けとったのは、なんでなんやろ。もう力残ってないんやろ。女王様が重責にこう押しつぶされそうになっとったけん、代わりにやってあげよう的な。ねえ女王様、オーブもクレイモランに伝わる大事な宝なんでしょ。もらっちゃっていいの。いいんです。お父様が言ったように、クレイモランの民こそ我が国の宝。皆さんがその宝を救ってくれたのですから。それならありがたくもらっておくわ。これからも女王様として頑張ってね。プレッシャーなんかに負けちゃダメよ。友達って感じかな。心配しなくていいね、おちびちゃん。これからは私が付き人としてシャールを守ってあげるわ。力がないのに。多少の力はあるんかな。あそこまでの強力な力はなくても。あの氷の魔女がシャール様の相談に乗るとはな。人は見た目によらないものだ。まあこれで今回の騒動は一件落着。魔女が悪さしないと落着できるのであれば、城にいても構わんだろう。おー、しかも城におれるってすげえね。魔女のことは気になるが、女王様が信用されているのだから、それほど心配することはない。とにかく女王様さえご無事であれば、この国の安泰は変わらないさ。でもこんなね、なんか忠誠心の塊みたいな子がさ、なんかいきなりこう魔女が現れて女王様の信頼を得とるというのはなんかちょっと気に食わんくないいいね、その身長ちょっと。クレイムランの言い伝えでは氷の魔女はよりも恐ろしい魔女されてるわ。本当に信用していいのかしら。何が何だかわからんが、どうやらバンチがうまく解決したようじゃな。ソランたちには礼を言うぞ。よかったね。あのまま去っとったらもう戻ってこれんかったんじゃない。アイナさん、クレイムラン王国を救っていただきありがとうございました。本当に感謝してもしきれません。それに詳しくは存じませんが、あなたはとても大切な目的のために旅をしているのでしょう。うんうん。やはり、アイナさんのその意志のこもった目を見ていると、なんとなくわかります。私だけでなく、クレイムランの民はみんなあなた方の冒険を応援しています。必ずやあなたの使命を果たしてくださいね。ありがとう。ここにいる間私がシャールを守るわ。住まわせてもらってるんだもの。それぐらいしないとね。それにこの子にはいろいろな悩みがあるみたいだから、私が相談に乗ってあげるつもりよ。優しいやないか、急激に。何、急激にちょっと魔女の株が上がる感じのね。ね、基本的にね、なんか本当の悪人ってそんなおらんよね、このドラクエの中に。それがすごくいい感じだなと思うんやけどね。え、聞いた？物騒だね。なんか、吹き出し変わった？あ、なんか話が変わっとる。ねえ、聞いた？デルカダール軍が悪魔の子の捜索に本腰を入れてみたい。兵士を総動員して探してるそうよ。クレイムランは悪魔の子について中立を保ってきたけど、友好国のデルカダールが動いたとなったら、そうも言ってられないわね。マジかー。ということは追い詰められる。出ていかんといかん感じか。女王様を助けたいうように。さあ、これでクレイムランも元通り、女王様も無事、という、おーっと、水があるの見えんかった。めっちゃびっくりした、今一瞬。あ、いいね。楽しそうやね。なんか、いいね。めっちゃいいね。こう、自然な感じの、この動き好きなんやけど。ほらほら、全然当たらないわよ。もっとちゃんと投げなさいよ。そう、言ったなこの野郎。これでも食らえ。めっちゃ腕ブンブン振り回しよる。武器屋とかはどこにあるんだ？ないのか？ないのか？武器屋、ないんかな？城門のところに青い髪の怪しい男がいるが、奴は何をしているのだろう？もしかしたら誰かを待っているのか？え？グレイグ？もしやグレイグなの？みたいな感じがするよね。また、冷静に落ちたけど。縄文どこ縄文どこ。お、歌いよる、歌いよる。ほんでん、あれ、青い髪しとるかな？してない気がするけど。てか、女王様というか、氷の魔女。魔女、氷の魔法とかいっぱい使うのに寒かったんかな？なんか火に当たっとったけどね。ここやん。子供たちの横やん。クレイムラは魔法の研究が盛んで、物に魔力を込める技術も研究されてるの。ここで売っている武器や防具には魔法の力が込められていて、特別な効果を発生させるものもあるのよ。雪原には怖いものがそこら中をうろうろしてるからね。もしも向かうんだったら準備していくといいわ。ほうほう。いらっしゃい。ここは武器屋だよ。偉そうだな。腕を組んだまま。さて、どの品物を買ってくれるんだい？ね、とりあえず、これぐらいでいいかな。はい、行きましょう。よし、行くぜ。城下町を歩いて街並みを見るのが僕の日課なんだ。見てごらんよ。この美しい建物よ。建物を。こんなに美しい街並みは、世界の中でもクレイムランにしかないよ。この街並みは国民の誇りなのさ。なるほど。縄文はどこなんだ？こっちじゃない。逆方向行きよった。こっちか。あ、こっち？ここか。ん？どこにおる？また来てね。ありがとう。旅の方、クレイムラン王国はどうだった？もし気に入ったらぜひまた訪れてね。いつでも歓迎するよ。好青年だね。あ、こういう、神のこと？あれ、一緒にいなかったの？なんでしょう。あれ、神じゃない？あんたこんなところで何してんの？俺のことはどうでもいいだろ。それよりもブルーオーブを手に入ったのか？もちろん、全魔女の正体を暴いて私のおかげなんだから、ちょっとは感謝しなさいよ。なんで神外におるの？ロウ様、何か気になることでも。いや、少し考え事をしていただけじゃ。魔女をそそのかした男、少々気になってな。英雄グレイグと同じペンダントを持つ男、確かに気になりますね。そのものが売るのがなのでしょうか。確実に、ね、あの二人やろ。わからん。まあ、ここで悩んでいても仕方がなかろう。今のわしらにできることは、真実を求め、退治へ向かうことだけじゃ。何？みんなパッと思いつくでしょ？何？どうした？何かあった？あ、びっくりした。良いか、エレナ。わしらの旅はまだまだ続くぞ。いざいかん。命の大樹のもとへ。いいね。命の大樹どこかちょっとわからんけど。なんか落ちたよ。おいー。おいー。ベロニカが赤くなってるかわいい。ちょっと待って。あ、ほら、ダメじゃん。見てはいかん。拾うの遅いけん。あ、ロウ様。古代図書館に熱心に読んでいたのはこれだったんですね。古代図書館何でも置いとるね。ロウ様。旅先でそういうものを集める癖、まだ治ってなかったのですか？癖なんや。不潔よ、ロウちゃん。ああ、おじいちゃん。かっこよく決めたのに台無しじゃない。拾えよ。拡散でいけ。みんな置いていかんといてあげて。待ってくれ、違うんじゃ。これは。いいね、ギャグで終わる感じ。これはこれは魔女の呪いを解きし者。魔女リーズレッドの呪いにより、氷漬けになってクレイムラ王国を救った勇者にも贈られる称号。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ということで、このクレイモランにも活気が戻ったし、次はどこ行くんだ？とりあえずまたあれかな、仲間の話聞いたらわかるかな。まあ、話を聞いていこうか。